顔が見えなくなった。はい、では改めましてこんばんは。座高にはちょっと自信があったんですけど、ちょっとなんか客席から見ると小塚っぱらみたいですよね。ちょっと首だけしか見えないかもしれません。今から57年ほど前に、へその緒を7回転半巻いて生まれてきたそうです。息をしてなかったそうです。でお腹の中でずいぶんぐるぐる回ったって、7回半回ってその分へその緒を首に巻いてこう首つって出てきたらしいんですよ。で仮死状態で、それで息してなかったらしいんですけど、それでへその緒を切って、ですぐ首外して、で逆さにしてお尻をペチペチ叩いたらしいんです。1分か2分。あ、ありがとうございます。あんまりこれは2センチぐらいじゃないですか。少し高くなりました。はい。いや、面白いことで一番前の人だけ顔が見えないという面白さだったんですね。はい、でなんかこう足持ってお尻ペチペチ叩いて、でなんか2分ぐらい叩いていて、やっとうんやーって言ったらしいんですけど、でお尻あんまり叩かれたもんで青技が残ってましたよ。なんか一度死んでっていうか、死んで生まれてきたんですね。はい、この中に一度死んだことのある人いますか？大体100人に2人か3人ぐらいはいるんですよ。はい、1% か 2% ぐらい。で、面白いことに超能力者っていうか、霊媒師霊能者みたいな人っていうのは、普通の人よりも100倍ぐらい苦労するんですよね。そういう人生の人がある日突然に、天からポンとこう啓示を受けるですね。でそれで天の啓示を受けながら、それを自分の体で実践しながらやってるうちはどんどんいいメッセージが来るんですけど、それをメッセンジャーとして伝え始めて、自分は全然やってないと変なところからメッセージが来るようなんですね。魑魅魍魎のところからで変な予言を始めるんです。ズバリ言うわよとかね。くれぐれも言っておきますが、人の悪口を言ってはいけません。一応私が喋る場合はその人が誰だか分かんないように話をします。いろいろ番組の数こなしてる人とか、わかんないように言います。今日初めての方はどのくらいおられますかね。小林の顔を初めて見るんだけどって。そうですか。19人ですね。はい。なぜか今日初めて来た人は美しい人ばっかりで。すいません、最近目が悪いんですよ。ほとんど画像を結んでないんですよ、私の目の中で。眼鏡かけててもよく見えない。一番前に少年が聞いていて分かりますか、私の話。君はいくつ？6歳？5歳？5歳？9歳？もしかして朝から晩まで青汁を飲んでいる。親ですか？この子はね、ものすごく利発な子です。はい、利発な子なので、なるべく叱らないで
すくすくと育ててあげてください。とんでもない大人になると思います、この子。皆さんね、今のようにいい予言をするのはいいんです。いい予言をするとどういうことになるかというと、自分の信用のために必ずそうなってほしいと思いますね。で、もう数こなしてる人のようにもう一回言いますが、人の悪口を言ったりとか一般論ですけどね。例えば地震が起きるぞ、で結婚するとその相手が死ぬぞとか、本人が死ぬぞとか、それからこういう名前だと絶対芽が出ないぞとかっていうのを予言したとしますね。その予言をした瞬間に言った本人は自分の信用のためにそれが実現してほしいと思います。本人は気がついてないというところが重要です。悪しき予言をした場合に言った本人は気がついていないけれども、実はその不幸な嫌な現象が起きるように自らが一生懸命祈り始めます。潜在意識の中で本人が気がついてないとところが重要ですね。で、皆さんはもしどっかの霊媒師なり占い師なりに連れてかれて、でいろんなことを言われた、その中で病気をするぞとか、こっちの方面に旅行すると怪我をするぞとかって言われた時は全く信じなくていいです。つまりそれを言った瞬間に言った人は自分の信用のためにそれが起きてほしいと思い始めている、イコール悪魔に魂を売ったということなんです。で、その悪魔に魂を売った人は正しい情報、聖なる情報は絶対に来てないから聞く必要がないということで、皆さんは悪しき予言をされたら全く聞く必要がありません。逆にいい、自分が聞いて心地よくて幸せに思うような予言を聞いたら、それは本当であろうが嘘のように思えようが信じた方がいい。そのようにいい予言、自分にとって心地の良い予言をしてくれる人は自分の信用のためにそうあってほしいと思うわけだからね、その人は聖なる側にいるわけです。では小林聖華が予言をしますよ。皆さんに、皆さん次回お会いするときは必ず若返って美しくなってますよ。わかりましたか？今のような予言は皆さんは信じても構わない。で、私は一応人相学やるので、この少年を見て一応そういうふうに思ったので言いましたが、はい、私は自分の信用のためにこの子はそうなってほしいと思いますから、これから祈り始めるわけですね。はい、将来が楽しみ、この子は。はい、ちゃんと頭も下げるんですね。すごいですね。では皆さん、皆さんを聖なる側に引っ張り込んであげます。隣の人の肩に手を置いて、次回お会いするときは若々しくて、この子はもっと若くなったらどうなるの、若々しく美しく素敵になっていますよ必ずってご挨拶をしてください。はい、よーい、始め。自分の口からそういうふうに隣の人に宣言をすると、なんか心の中に爽やかな風が吹いてませんか？はい。では、皆さん、自分の口の中で、口に出して言ってもいいんですけど、私次回聖観さんにお会いするときは、若々しくて、美しくなって、可愛くなって、男の場合はもっともっとかっこよくなって、姿を表すんだよねって思いながら自分の口の中で言ってみてください。はい、よーい、始め。
ういうふうに予言した以上は自分で自分祈り始めるわけだから、そのようにそういうふうに言ってしまったのだから、そう言った以上はやっぱり信用のためにはどうしてもそうならなくちゃいけないって自分で思い始めるわけですからね。催眠術っていうのがありますよね。催眠術って知ってますよね。でほーら眠くなる眠くなると五円玉に紐通してこうやっ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 てで、私もよく中学高校の頃やってましたよ。こうやってほーら眠くなる眠くなるって一番眠くなるのは私でしたけど、ね、常時寝不足でしたけどね。で一応私は催眠術の勉強もしてますが、催眠状態でこう目を閉じた状態でいますよね。そのかけられた人がその人に、箸を持ってきて、普通の塗り箸ね、普通のお箸を持ってきて、これから焼き火箸を腕に押し付けますっていうふうに言いますね。それで普通のお箸ですよ、もちろん熱くない箸をこう催眠状態にある人に今度は腕にピッとくっつけますね。と熱いって言いますね。ブルースリーみたいですね。あちぃついでに言っておくとね、ブルースリーはね、すごい高級鳥だったでしょ。ものすごい高いギャラをもらって、レミマルタンだとか、ナポレオンコニャックだとか、っていうのを飲めるような経済状態であったにもかかわらず、ブルースリーが好きだったのはお茶だったんですよ。お茶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 。わかりましたか。でその好きなお茶を飲むたびにね、結構猫舌だったんですよね。お茶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 あちーってお茶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 あちーって、これ覚えて帰りなさいね。今日お父さんにやってあげなさい。素直が可愛い子ですね。今日は皆さんラッキーですね。この子が前にいてね、はい、私はこの子に話しかけながら話をしますが、今日は、はい、なるべく手を出さないようにこの子には、はい、あじゃこじゃ言わないと本当に勝手にすくすく伸びていくことも見守ってあげるということで、はい、え、あ、お父さんいるんですか。このそうですか。製造責任者2人。基本的にね、一応私教育学博士の博士号もいただいてるので、一応教育学についても何か一言言っていいみたいなんですけど、よく子供が小中学生が犯罪を起こしますよね。そうすると教育学者っていう人が出てきて、大学教授なんかが出てきて、それで子供ともっと向き合い向き合いって言うんですけど、この意見には私は反対です。向き合い向き合いって甘栗向いてんじゃないんだから。子供とは向き合わないこと。子供は親の背中を見て育つ。で、向き合うってことは荒探しをしながら育ててるんですよね。子供を育てようと思った家は子供がひねくれる、必ず。この前、母親と妹2人を放火して死なした人がいたでしょ。高校1年生でしたっけ。で、父親に勉強しろって怒られて怒鳴られて、父親を殺そうと思って、一家心中しようと思って、父親だから母親だから子供をいじめていいわけではないし、逃げられないほど追い詰めてもいけないんですよね。で、結局子供を育てるっていう名前のもとで虐待をしてるって親結構いるんですけれども、子供はね、育てるんではなくて育つんですよね。手に育つ。そしてその育つ時の条件というのは、一番身近にいる親、つまり父親だったり母親だったり、特に母親大きいんですよ、一緒にいる時間が長いから。で、その母親が楽しそうに生きてるってことが重要なんです。なんでお母さんそんなに楽しそうなのって、だって楽しいんだもんって会話になってないですけど。で、その母親は楽しいことがあって楽しいっていうよりも、ありとあらゆる目の前の現象が全部楽しいのだからって楽しく思う心があるのよっ
っていうことを実際に子供に知らせていくと、伊藤さんいなくなっちゃった。ちょっと風が冷たいような気がするんですけど、もうちょっと2度ぐらい上げていただいてもいいんですけど、ブライトでもいいですけど、クリープでもいいです。分かんなかったですか？2度上げていただいて。分かんない人は隣の人に聞いてください。でとりあえず、子供の場合は親が特に一番身近に接する時間の長い母親が楽しそうに生きるということで、その楽しそうに生きてるっていうのは物事の捉え方をこういうふうに捉えれば全部楽しいでしょうっていうのを実例として楽しそうに示していくと、子供は非常に明るく前向きに楽しく生きることになります。ところが一番身近な母親が不平不満口泣き言悪口文句を言い続けていると、子供がそのように物事を捉える、最初の捉え方がまず愚痴である泣き言であるっていうのを覚えてしまうと、子供は一生涯そればっかりをやり続けることになりますね。だからこれから母親になるかもしれない人は、まず一番最初に大事なことっていうのは、笑える顔の夫を選ぶことです。毎日毎日は朝起きるたびに面白い顔よね。夫の方もお互い様だよね。これが一番平和な家庭の第一歩ですね。木村拓哉のようなね、すごい整った顔の男を夫にした妻っていうのは、結構苦労してると思います。笑いがなくて静かなんです。ちょっと5秒ぐらい遅れて笑ってますか？今の分かんないでしょ。知らないもんね。工藤静香って知らないもんね。木村拓哉知ってる？私の髪って思い出しませんか、木村拓哉。キョトンとしてる。ねえ、誰も思い出さないと思います。この中にね、多分ね、たくあんが大好きっていう人と、キムチが大好きっていう、その二つ大好きでしょうがない人がいるでしょう。これ、キムタクが好きって言います。キムチとたくあん。まあ、そんなことはどうでもよかとです。それで、とにかくその子供と面と向かわないで、自分が自らが楽しそうに幸せそうに、さらに物の捉え方を明るく楽しくっていうことを自らやって、その言葉の端々にそれを言っていくと、子供も必ずそういう風になりますね。ある人が私の話を聞く前はこういう風に思っていた。晴れると天気がいい時、青空で晴れた時は紫外線対策をしなくちゃいけないと思っていた。で、天気が悪いと雨が降っている時は洗濯物が乾かない、困ったなと思っていた。だそうです。で、その物の捉え方っていうのを明るい方向に捉え直した方がいいという話を聞いて、初めて思い直したそうです。晴れた日は洗濯物が乾く、嬉しいって思うようになった。雨の日は紫外線対策をしないで済むので嬉しいと思うようになった。今、晴れた日も雨の日も事実は何も変わっていない。で、その今の捉え方を変える前は両方とも否定だったんですね。現象は変わってないんですよ。だけども両方否定をしていたから、この晴れた日には否定をするものであるっていうのを、もし子供の前で言ってたとすると、子供は常に否定をすることを覚えてしまう。で、
雨の日もそれを子供の前で言ってたとすると、子供も雨の日には否定をして、こうやって雨を否定するものであるって覚えちゃうわけですね。何でも肯定するというふうに教え込んだ方がいい。そうすると明るく楽しい子供になる。もしかすると人の上に立てるようになるかもしれない。